まあハッピーはですね、そこに注目してほしいですね。それをやってほしい。うん。ここではリスナーの皆さんからいただいたメールをご紹介していきたいと思います。ゆうじくんに質問です。子供の頃好きだった遊びは何ですか？私は外で遊ぶのが大好きだったので、いろんな種類の鬼ごっこや川でタニシを拾ったりといろいろな遊びをしていました。19歳。なるほど。子供の頃だから、まあ、小学生ぐらいかな。まあね、好きだった遊びはもうたくさんありますけど、もう一緒でいろんな種類の鬼ごっことかね、なんだろう、色鬼とか氷鬼、あとなんかいろいろありましたよね。ちょっと覚えてないですけども、まあでもなんか小学校の時とかはやっぱ時代というかね、そういう時代に沿った遊びはしてましたね。まあポケモンとかポケモンカードとか、あとはバトル鉛筆、あとビーダマン、ハイパーヨーヨー、あとね、これね、分かる人は刺さると思うんですけど、ジターリング、あ、分かんないですか？あのハイパーヨーヨーとあの同じ時期ぐらいに出たやつなんですけど、あの輪っかがあるんですよ。どんぐらいかな、まあ、20センチぐらいの、もっと大きい、30センチぐらい直径の輪っかがあって、あの銀の輪っかがあって、そこにあのビーズみたいなのが6個ぐらいかな、輪っかに通ってるんですよ。でそれをビーズをシャーって回して、こうやって輪っかをこうあの回してると、そのビーズがずっと回り続けるっていう、でその中でいろんな技をするっていうのがあったんですけど、ちょっとだけ入りましたね。うん、ハイパーヨーヨーほど入らなかったんですけど、それもやってましたね。なんか今思えば結構楽しい、いろんな遊びをしてたなと思いますね。確かにあんまり外で遊んでないですね。そんなことなかったんだけどな。フットベース、フットベースって言わないですよ。何でしたっけ？キックベース、キックベース、響きやばいですね。キックベースやってました。あ、やってましたよ。でも一通りやったと思うな。まあでも外で遊ぶの楽しかったですよね。ねえ、なんかもう泥んこになってね、家帰ってお母さんに怒られてました。あんたってこんな泥つけてってね、ね、すいませんって感じですけどね。まだいろんな遊びしましたね。はい、そんな感じで、次いきます。ゆうじくん、こんばんは。こんばんは。昨年の夏、家の庭の木に蛇が巻きついていて、私腰を抜かすほどびっくりしました。ゆうじくんは蛇とか平気ですか？うわ、これは怖いっすね。あ、そう、さっきのそのちっちゃい時の遊びに、まあ、でやってたもので、ザリガニ釣り。うん。これも流行ったんですけど、それこそ小学校の時に、餌なんだっけな、なんか、スルメイカをコンビニで買って、しかもなんか、ちょっと柔らかいやつですね。硬くないやつ。で、それを買って、で、まあ、友達がその釣り糸やら、その針みたいなの持ってたんで、そこにかけて、まあ、ザリガニ釣りっていうのをやってて、それがかなり流行ってて、で、なんか近くの公園にですね、川が流れててですね、なんか、その、結構浅瀬の川なんですけど、そこで、こう、ちょっとおしゃれなウッド調の道ができてて、で、そこはすごいポイントだったの、ザリガニが取れるポイントだったので、友達と、もう5人ぐらいで、横並びで、寝転んで、こうやってザリガニ取ってたんですよ。でもうバンバン取れてたんですけど、なんかある時取れなくなってきて、なんだろうなと思ったら、ヘビか、もう俺のもう顔の、要はこううつ伏せでこうやって紐で取ってるから、もう俺の顔のもう30センチぐらい、え、もうちょっとあるか、40センチぐらいをしたら、もうバーンってこう泳いでたんですよ。その時はあれやばかったっすよ。もう誰も声発さなかったっすね。やべえとか言わずに、もうそういう本能働くんですね。多分騒いだらこう噛まれちゃうかもっていうのがあったんで、もう誰も何も言わず、もう固まってましたね。あれ以来ヘビは見てないですけど、ヘビは平気じゃないですよ、全く。うん、最近ヘビとかいます？都内はいないですよね。まあ全く平気じゃないですね。うん、はい、そんな感じで、
続きます。私は今レコードショップで働いていて、3代目コーナーを担当しているのですが、来月発売のハッピーではぜひここに注目してほしいなどというところはありますか。もしあれば参考にさせていただき、ポップ作りをさせていただきたいです。めっちゃ嬉しい。これポップ作りってなんか手書きの、いいんですか、こんなところでプロモーションさせてもらってそうね、まあハッピーはですね、まあお客さんと一緒にこう作、まあライブした際にはこう一緒に作っていくっていう楽曲なので、コール&レスポンスがあるので、まずイントロの777、あとサビの途中で入ってくるオーとか、そういう掛け声はぜひ言ってほしいなと思いますし、ですね、あとその77をやった時のちょっとした振りっていうのがあって、そこもぜひ覚えてやってほしいなって。これほんとつい最近ここ振りやった方がいいんじゃないっていうことになって、マイリーがじゃあこれどうってなって、あそれいいねだって振りがあるので、そこに注目してほしいですね。それをやってほしい。うん、まあ、あとはもうとにかく一緒に歌って、コール&レスポンスもしてもらって、うん、一緒にこの曲をライブで作っていきたいっていうところですね。参加型楽曲、お客様参加型楽曲になっていますので、ぜひなんかそういうニュアンスを含めてポップ作りしてほしいなと思います。うん、ぜひ舞ちゃん、よろしくお願いします。ハッピーの方、はい、ありがとうございます。